嘘みたいに履き心地いいやつ、これ何かって言ったら、これはもうまあまあ完璧ですよね。もうこれあったらもう何でもいける、誰でも何にでも合わせれると言われたらあいつしかいてないですよね。ということでですね、僕が持ってる黒スニーカーおすすめ5選をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、普段皆さんね、黒スニーカーとかって履かれること多いかなと思うんですけど、その中で拓蔵が持ってるスニーカーどれがいいのっていうのがありますので、この5つをバンバンバンと説明していきます。まず1つ目っていうのがこちら、ズドン、ゴアテックスのエアフォースですね。これってめちゃくちゃ定番っちゃ定番なんやけども、しっかりゴアやから雨とかの時に履いても全然濡れへんので、めちゃくちゃ使い勝手いいですし、あと結構かかととかもしっかりしてるんですよね。だから足が守られてる感があったりするので、まあその分ちょっと重さっていうのはありますけども、まあ一つ目がこれ。二つ目っていうのが何かっていうと、こちらエコーのスニーカーですね。これはちょっとなかなか持ってる方少ないかもしれないんですけども、どうやら東京とかには直営店あるみたいなんですけど、実はレザーなんですよ。本革のレザーなんやけども、これも防水なんですよ。なのでさっきよりもよりちょっとな大人っぽい格好、僕の今着てるような感じの大人っぽい格好の時にパッて合わせるとめちゃくちゃいい感じ。そして次が何かっていうと、これは防水じゃないんですけど、嘘みたいに履き心地いいやつ、これ何かって言ったらオンっていうスニーカーね。これなんか見たことあるでしょ。オンってなんかこれ見たことあるなと、丸となんか N みたいな見たことあるなと思うかもしれないけど、これはね、僕が履いてきたスニーカーの中で最もスニーカーとして履き心地がいいですっていうぐらい、もう途中で止まるぐらい履き心地いいので、まあ、これはぜひ体感していただきたいというふうに思いますし、それまではね、一番いいと思ってたのはこのホカシリーズなんですよ。ホカオネオネでゴアテックスってもう最強やんと思ってたけど、ただこれは値段が3万円を超えちゃう、今回紹介する靴の中では一番高いんですけども、まあ、これに僕慣れてもうてたから他のスニーカーがちょっと安く感じたりしたんですけど、今年はね買ってないんですよ。毎年これ出て3足ぐらい買ってるんですけど、今年は買わへんかった理由としては、まあ、いろいろ後で喋りますけど、それと、そして最後は何っていうと、不屈の名作こちらですね。バンズのこれは一応防水タイプになってるんですけども、もう防水タイプってもう販売されてないんで、まあ、普通の音声ティックのスニーカーで大丈夫かなと思うんですけど、これはこれでね、例えば今みたいな格好にこうパンって合わせたとしても、なんかちょっと海っぽい感じでもいけますよね。マリンテイストな感じでもいけたりするので、では早速ね履いていきたいなと思います。ではまず一つ目、エアーホースですね。これはもうまあまあ完璧ですよね。もうこれあったらもう何でもいける、別にもうこういった黒パンでもいけるし、スウェットとかでもいけるし、あとそれ以外にやったらチノパンとかもいけたりはするんですけども、ただなんていうか、やっぱカジュアルさは結構強いので、あんまりデートっていう感じではないんですけども、まあ、毎日何も考えんと履きたいって言われたりしたら、まあ、このエアホースのゴアが一番いいんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあ、結構ね最近は出てるので手に入りやすいとは思うんですけどもね、このエアホースのスニーカーということになってました。ただね、旅行とかでも僕履いたことあるんやけど、旅行とかにしてはやっぱ歩くのはあんま向いてないかもしれないですね。見た目的には全然問題ないんだけども、長距離歩くとかこう結構散歩する観光するってなった時にはちょっとね硬いというか、そこまでやっぱいいものを知ってるから、めっちゃくちゃええの知ってるところで考えると、まあ悪くはないけど良くもないっていう感じなんで、日常では使えるんやけど旅行とかにはあんま向いてないかもしれないというようなスニーカーですね。で次がですね、先ほど言ってたこちらのエコーですよね。これよく僕が履いてるから、まあ、履きじわとかも結構出てるんやけども、こういったまあ黒の細めのパンツとかで大人っぽく合わせたい時とかってめちゃくちゃハマるんですよ。だからちょっと嫁とデート行くとかってなった時にはよく履いてます、これはね。でそれでいて、あんまり街中でこれを持ってる人を見たことないっていうことで、革靴履くとちょっとしんどいんやけどなと思ってる時なんかの最高の救世主。僕はあんま革靴履かないんで、革靴履いておしゃれもいいんですけど、ちょっと足痛いんで、まあ、そんなことあんましたくないなと思ったりしたら、まあ、こういうのはね、結構革靴ライクな雰囲気やねんけど、スニーカーでめちゃくちゃ歩きやすいと。アンスミスみたいな感じなんかな。でそれのまあ防水バージョンなんで、これエコーって言いますけど、スウェーデンかどっかやったと思いますけどね、こういった格好で非常に相性がいいんじゃないかなと思います。そしてですね、次がこのスイスの麻薬が入っているオンですね。これね、見てる感じがねいいとは思わないんですよ。見てる感じは全然なんてことないやんと思うけど、履いてる本人がめっちゃよく感じるというか。でこういう私服と合わせるのはちょっと、まあ僕個人的にはあんま合わせることはないと思うんですけども、どういう時にいいかというと、パンツをねもうちょっとランニングっぽいパンツにしてあげるんですよ。ほんならめちゃくちゃ相性いいんですよ。ちょっと変えますね。はい、とまあこんな感じどうです？こう細いこうランニングウェアみたいな感じのと相性やっぱめちゃくちゃいいでしょ。もともとがなんかやっぱランニング用の靴なんで、もちろん私服で合わせるっていうのも全然悪くないんやけども、こういう例えばノースエースのパンツの細身のやつ合わせといて、こういうオンを合わせるとめっちゃくちゃいいです。履き心地はね、見た目がいいかどうか知らん、それはもうその個人の自由やから、好きにしてもらったらいいけども、相性抜群ですよね。まあこういった感じでオンのスニーカーで、実はオンの中でも防水のやつもあるんですよ。ただゴアじゃないです。ゴアじゃなくて自社開発した防水のやつかなんかがあったはずなんで、
雨の日でもね履きたいっていう方はそっちがいいかなと思います。はい、そして次がですね、ホカオネオネですね。やっぱホカオネもね、足通してみるとやっぱいいですね。しっかりしたフィット感があって、やっぱクッション性はオンの方が、オンが多分ダントツ1で、まあ2番目にホカオネオネかなと思うんですけど、エアマックスとかよりもね、こっちの方がやっぱホカオネの方が履き心地もいいですし、しっかり足をカバーされてる感じ、こうなんか足をくじいたりとかしないような感じになってますので、まあ、見た目がちょっとゴツゴツしてるから好き嫌いは分かれるかもしれませんけどもね、しっかりゴアテックスが採用されてるし、まあ、高機能なことはもう間違いないというような感じですよね。そして最後がですね、まあ、誰でも何にでも合わせれると言われたらあいつしかいてないですよね。やっぱりバンズですよね。まあ、これ見てもらったら分かる通り、まあ、しっくりきてますよね。海とか行く時とか良さそうやし、マリンデーとかいい感じだと思うんですけど、まあ、これ何でもここまで合うって言ったらね、ほんまにまあ調味料でいうところの堀西みたいなもんですよね。堀西の社長さんね、そうですよね、堀西みたいなもんなんでね、何にでも合わせると。堀西も素晴らしいですよね。キャンプでも行けるし、もちろん自宅でも使えるなんて素晴らしい。そしてカレーまで出てるってことでね、何かいただけたら嬉しいかなと思うんですけど、堀西みたいな、万能であるっていうところなんで、このスニーカーも、まあ、堀西スニーカーとも言いたいぐらいのスニーカーなんでね、まあ、こういったことで防水のスニーカーということになっておりました。ということで以上5点がね、僕の持ってる黒スニーカーの中でおすすめですよと。で、持ってる中でもちょっと微妙やなっていうのは外してるので、まあ、このあたりは着ていただいた方にもね、あ、確かにとスタイリッシュな革靴っぽいやつがいいっていう方は、こういうねレザーを使ったスニーカーでエコーとかがいいかなと思うし、もうとにかく履き心地を求めてるんですっていう方は、このオンなんかはもうめちゃくちゃ履き心地いい、嘘みたいな感じ、むしろ裸足の方が履き心地悪いみたいな、裸足の方がクッション性悪くてこれ履いた方が楽っていうぐらいな感じだし、あとは万能といえばこれですよね。さっき見てもらった感じ。そしてゴツゴツした感じ、男らしさを求めるといったホカオネオネね、こういうゴアテックスのスニーカーはちょっとゴツゴツしてて、それはそれでかっこいい感じだし、と定番を求めるという方、もうとにかくクラシックっていうか定番の一足が欲しいってことは、もうエアホースも一足やと思うんですけども、ということでね、まあ、黒のスニーカーなんか持っとったら絶対使えるから、もう使われへん時とかって絶対ないから、まあ、一足あるだけでねいいかなと思います。僕もね5足もいらんと思うんだけど、まあ、一足持ってたら、あ、これいいなとかね。でもちろん今紹介した中でも全部色違いもありますので、バンズやったら派手な色もあったりとか、オンもまた別の色もあって、まあ、オンの他の色僕はあんましっくりきないけどね、まあ、黒一色が一番かっこいいと思ってるけども、まあ、そういったことで、まあ、いろんな色がありますので、まあ、見ていただければなということで、本日はですね、僕が持ってる黒スニーカーおすすめ5選を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。